ジャック RXY。 ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、 R です。サイレントヒル3実況プレイ、前回の続きからやっていきたいと思います。はい、というわけで前回は、サイレントヒルの病院を無事クリアして、次の目的地はクローディアがいる教会だということで、その教会を目指すべく途中にある遊園地を抜けなければならないということで、前回遊園地に入ったところをですね、途中で終わりましたので続きをやっていきたいと思います。で、ここはやっぱりお化け屋敷みたいで入り口だって書いてあったので、すごいそういう雰囲気出てんじゃん。レッツゴー。 Welcome to Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Please come inside and look around. When you feel you're ready.心の準備ができた入り口の扉を開けるんだ。ふぅ、よし行こう。何が待ってるんだろうね。ふぅ、何が、カメラの視点が変わったんだけど。何？ Because I felt I had to. 頭がおかしいやつの主張だぞ。Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you. That's all. もういいでしょ。The truth is only one person died. By suicide. わ。絶対無理がある。お化け屋敷。何？あ、え、そこに誰か いるの、あれ。え、なんで扉二つ、あ、動いてるし。ちょっと待って、鍵がかかっている。ああ、邪魔や。はっ、くさ、本当にお化け屋敷じゃん。ゲームで来ることになると思わなかったな。でもいいでしょ。これ通れる？通れないよねこれ。え？異世界だからってこと？開いてるし。This mansion is quite old. うわ。So please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and beneath the floor there's nothing. え？何？何この目線？なんだよ。うわ。This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see.開かない。怖いこと言うなよ。でも出口、出して。早く出して。早く出して。あ、早く出して、早く出して、早く出して。やめろよ。開いた。え？嘘でしょ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 ？なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。なんか来てる、なんか来てる。あいって、なんだよ、なんだよ、なんか来てる、なんか来てる。なんか来てる、なんか来てる。やばい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 。危ない。どっち？こっち。あー、やばい。やばい、来てる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 。こっちだ。え？まだ
え、まだ？まだ？嘘だって。いや、それはないって。明らかにあれに触れたらやばいやつ。普通の世界じゃない、ここは。やめろ、来るな。危ない。またなんか。わーお。彼がいる。地図がないからさ、わかんないんだよ。ここかな。あ、ここっぽい。入れた。抜けた。うわー、びっくりした。お前はよくもやってくれたな。まだいるのよ。どこですか、ここは。私はどこに行けばいいんですか。こっち？開いた。遊園地はいいでしょ。いるし、まだ。うわーうわーうわー、開いた。地図がない。終わった。え？なんか落ちてるよ。ミュージカルのチラシ。子供向けのミュージカルのチラシ。このステージでやっていたらしい。暗くてよく見えないっすね。なんかあります？ショットガンの弾。栄養ドリンク。地図を手に入れたいんだけどな。ないってことかな。チェーン。なんかある。他には何もないのかな。地図という地図はないみたいだ。なんかここにもあるよ。違うのか。あそこに何かハイヒールが置いてある。あ、そしてなんか落ちてる。あ、これもチラシ。え、これ地図ないの？まさかそんなわけもあるまい。なんでハイヒール？赤い靴。普通に手に入れちゃったんだけど。地図、どっかで手に入れるべきだったのかな。でもそんな探せるようなところなかったよね。今までどういうところに地図あったのか。行っちゃいけないか、どうしよう。他に行けるところがあるから、っていうことじゃないの。違うの。痛いし、なんかいっぱい来てる。行けないんだ。戻る。え？そんな急に何もいなくなるの？本当に何もないんじゃん、これじゃ。え？あれ、でもさっきも通ったようなとこばっかだよね。広いなぁ。え？なんかある。ぐるぐるロケット。ああ、こういう乗り物ね。あるのかな、ここ。何もないよね。
なんかヘイサーがなんか見てる。何かの役に立つか。ちょっと手に入れたチェーン使ってみようかな。これはこれは使えない。赤い靴、ちょっと待って、服がついてるくせ、あ、やっぱ使うんだ。え、どこに使ったの。ああ、ここか。これとこれを組み合わせる。いつか無意味だ。あ、片方をどうにかしないと。片方をどっかに引っ掛けるのかな。あ、ここか。なるほど。これで何かするんだな。ぐるぐるロケットを動かさなきゃいけないんだ。その謎解きが必要だってことだ。あ、なんかある。ハンドガンの弾があって、これだ。はい、これで扉が開くんだ。うーぎーバカーン。よし、オッケー、開いた。これチェーンはもう使えないのかな。あ、もう用はないか、別にいいかってなってる。よし、行きましょう。ムービー、あ、ダグラス。え？何があったの？何があったんだよ。Do that for me. What'll I do if you die? What'll we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be? まあそうだよね。人を殺す神様なんて。Something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is our God of Mercy acts, I want any more of it. それは思いますよ、僕も。That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right?You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides, yeah, I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry.なるほど。Stupid kid got himself shot. But why? Maybe because his pop was a penniless good for nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. そんな過去があったんだ。Sorry, I shouldn't have said you reminded me of a guy like that.Well, maybe if you had compared me to your daughter. Listen, I'll take care of the rest.
You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem.My dad's not around anymore, so only I can do this. What are you doing? What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. なんてことを。 Yeah, you might be right. ダグラス。え？まだ話しかけられる。Just came by to make sure you were still alive. Sorry. Come with you if I wasn't hurt. Yeah. Well, I guess that's the problem with older guys, huh? I'll handle things. You just rest.サイレントヒール3やってきて今までなかったよね。他の人がなんかステージ上にいるみたいなの。何があったんだよこれに関しては。ちょっと回復しましょうか。間違えて使っちゃった。いっぱい使っちゃった。なここは、え、なんか急に多くないっすか。どっちか行けるのかな。これこっちかな。開いちゃうの。何よもうここ、え、置き書き、え、依頼人クローディアウルフ、依頼内容、17年前にハリー・メイソンという男に誘拐されたアレッサ・ギレスピー、当時0歳を探す。あれ、これダグラスの手帳じゃね。警察への届け出なし、誘拐現場不明。サイレントヒルの古い新聞、アレッサ・ギレスピー7歳の火事による死亡記事。え、今回の依頼との関連性は、要注意、優先度、要調査か。ヘザーという偽名を使用、近所に本名を知る者はいない、何を隠しているのか。なんだこれ。え、人形の頭だって。ここもセーブポイント。いつも不自然で不気味だけど、ここだと少しだけ似合ってるかも。確かに頭の中覗き込まれるような気持ち悪さは変わらないけど。はい、というわけで今回はちょっと短いんですけどね、この辺りで切りたいと思います。ダグラスが、まあ、クローディアと何かをやり合ってあんな怪我を負ったんだと思いますが、まあ、次回クローディアを追って教会を目指していきたいと思います。というわけで以上 R でした。ご乗車ありがとうございました。他の動画もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。暑い。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただきますと、最新の動画が見やすくなりますので、ぜひよろしくお願いします。また、ブログや実況プレイ、プレイリストの URL が動画概要欄に貼っておりますので、そちらもぜひご覧になってみてください。というわけで、以上、Rでした。